はい、皆さんこんにちは。神奈川県医師医療観光専門学校の黒田です。今日はですね、オムレットと、ババロアの応用ということで、アントニオシャルドットポワールを作っていこうと思います。はい、まずはじめに、材料紹介を行います。まず、ムースですね。牛乳が、100g、ここにバニラペーストを適量入れております。で、卵黄が、2個で、砂糖が 28g、ゼラチンが 4g、洋梨のブランデーが 5g、泡立てた生クリームが、75g、洋梨の缶詰、ハーブが、1切れですね。以上です。それではやっていきます。はい、そしたらまずはじめに、牛乳とマヨネーズを温めていきます。はい、ゼラチンも、冷水で戻しておきます。はい、卵を潰して入れていきます。はい、しっかり突き出していきます。はい、そうしますと牛乳が沸騰を始めたので、2回ぐらい混ぜていきます。はい、そしたらここで、殺菌していきます。はい、しっかりととろみがついてきたので、ここで一旦止めます。はい、そしたらここでゼラチン入れていきます。はい、しっかり水を切ったゼラチンを入れます。はい、そしたら達成していきます。この際に必ず、ゴムベラは殺菌した後なので、変えたものを使ってください。はい、これで済ませていきます。はい、そしたら次は、シュミレですね。型を作っていきます。大体で切ってもらって、少しきつめぐらいでしっかりと、で、底を入れますね。はい、これであとは仕込んでいきます。はい、そしたらですね、ムースの方を作っていきます。温度が27、8度の差だったので、ここにお酒を入れていきます。はい、そしたらクリームを回していきます。
はい、完成しました。そしたら組み立てしていきます。3分の1ぐらい流していきます。はい、次に、ビスキュイ入れていきます。はい、次にまたビスキュイ入れます。はい、最後流していきます。ここで冷凍庫に入れます。はい、そしたら仕上げをやっていきたいと思います。はい、これでネパージュを塗っていきます。はい、これで完成です。はい、そうしましたら次週は、マドレーヌをやりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。